こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に向かっております。栃木県の宇都宮に向かっております。最近栃木県に行く機会が多くてですね、ただその帰り道とか行き道に宇都宮の餃子を食べる機会がなくて、もうどうしても食べたくて宇都宮になんとホテルを取ってしまいました。餃子を食べに行くためだけにホテルを取るという贅沢な旅行でございます。そして宇都宮のホテルのチェックインまでにですね、現在埼玉県の首都圏外郭放水路という、知る人ぞ知る、地下神殿に向かっております。もうずっと行きたかったんですよ。今ね、人気で予約いっぱいでなかなか取れなかったんですけれども、ようやく予約を取ることができましたので、向かっております。もう結構すぐ着いちゃいますね。この道がなんか快適すぎるので、もう30分以内に着きますね。それでは少しドライブで楽しみます。着きました。平日ですが結構車が止まっております。人気ですね。現在地がこの琉球館ですね。琉球館で、本日見るのがこの水槽ですか、地下。でこっちのね、縦坑っていうのかな、縦坑に行くコースもあるみたいなんですけど、そちらが2時間と結構長めのコースなので、本日はこちらのコースを選びました。受付を終わらせまして、いよいよツアーが始まります。操作室だそうですよ。かっこいい。建物の外に出まして、これから本格的にツアーが始まるんですけれども、どこら辺までが撮影できるかっていうのがわからないので、この後いきなりもう地下神殿になる可能性もあります。楽しみですね。こんなに参加者いるんですね。神殿です。先ほどですね、15分ぐらいのガイドを受けまして、ただいま自由撮影時間です。すげー、来てよかった。人がいることによってどれだけこの地下神殿が巨大か分かりますね。写真を撮られております。こちらが全体像です。縦坑です。
別のコースではあの上から見下ろせるみたいですね。すごい世界観。ちょうど線になっているのが分かりますかね。あそこまで水が溜まってるっていうことなのかな。下からここからあっという間の自由時間でした。またここで少し説明を受けて上に戻る形ですね。来てよかった。帰りは116段だっけな、まあ、それぐらいの階段を登るそうなので結構ハードですね。階段を登りきりまして地上に出ました。やはりまだまだ若いんでね、116段ぐらいだと全然楽勝ですね。それでは、車に戻ります。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。首都圏外郭放水路、さすがに新店と呼ばれるだけあって神聖な空気感ありました。涼しくてすごく気持ちよかったです。もう今日は暑かったんでずっと下にいたいくらいでしたね。1時間のコースだったんですけどあっという間に感じました。そして立て坑ね、立て坑のコースもまた機会があれば行ってみたいなと思いましたね。すごい迫力でしたよ。あれ遠目から見てもすごい迫力だった。それではこの後は宇都宮に向かいますので、この辺で一旦動画を締めさせていただいて、また宇都宮編でお会いしましょう。概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。ではバイバイ。チェックインしました。それでは簡単にお部屋の紹介です。すごく広い。ビールさん、乾杯。餃子来た。うまそう。いただきます。ここに来てまだ30分ちょいなんですけど、もうむさぼり尽くしてほぼ空っぽですね。ほんとうまいんですよ。